ヘッドマークもハ2002車内長野電鉄2000、軽電車は長野電鉄の特急系車両。1957年から1964年までに3両、編成4本が日本車両製造で製造された。ハイメカニズムと上質な設備を兼ね備えた当時の優秀者であり、1950年代後半の地方施設の電車としては、けうな存在であった。 半世紀にわたって、長野電鉄の看板電車としての地位を堅持し、長野市と湯田中温泉、志賀高原を結ぶ特急列車として運用され続けてきた。しかし、老朽化並びに、後継車両の導入により2006年のダイヤ改正で、すべての A 特急運用から、2011年のダイヤ改正で B 特急運用からも撤退。 2012年3月の D 編成の離脱をもって、すべての運用から退りいた。編成は次の通り。両戦闘車が電動車、中間車が付随車の MTM 編成で、性能は軌道加速度時速 2.6km、S、減速度時速 3.5km、S となっている。左派を抜いた二両運転や、それを二両組み込んだ四両運転も可能であるが、 そのような実例があっても、冷房装置搭載に際して、サハに供給電源となる静止型インバータを搭載したことから、サハ向きでの運行は事実上不可能となった。本郷駅にて、全長 18,600mm の2ドア車体で、プレス鋼材を四骨格構築に用いた、セミモノコックの軽量構造である。外観2枚窓の全面形状、 客用扉配置、2個1組2段の側窓はいずれも、名古屋鉄道の5000系の影響を強く受けており、また、車体断面形状は同じく名鉄5200系と、同様で、徹底して、局面基調のデザインである。張り上げ屋根構造を採用したために、屋根の剣部が非常に広く、また、名鉄5000系と同様に、ファンデリア装備に伴う。 薄い二重屋根を装備しているために、屋根が深すぎる嫌いはあるものの、全体には軽快で、好ましいスタイルに仕上げられている。前面は、当時の鉄道界で流行だった、湘南型アリューの二枚窓であり、前頭部全体が緩やかな局面を形成しているため、前面窓ガラスについても高価な局面ガラスを用いて、違和感なく仕上げている。 当時の地方私鉄電車としてはいち早く各系の微灯を採用したが、これも名鉄5000系に習ったものである。側面には二段窓を二個一組として配置している。片開き、扉の戸袋は車端寄りに設置され、二連窓が車室両端に一組、扉間に四組配置となっている。運転台のない中間左派は、その分扉間のスペースが長く、 二連窓五組を配置している。第1.2編成では全上昇可能であったが、第3編成以降は上段固定となった。第4編成だけはモニターを廃止して、ファンデリア個々の屋上に小さなカバーを設け、また全面床下にはスノープラウとスカートを設けたことで印象が変わった。また、当初の長野電鉄はタブレット閉塞であり、 通過駅でのタブレット授受時には、運転台直後の客室窓に、タブレット感が激突して、悪くすれば、窓を破損する恐れがあった。そこで、運転台直後の窓には、1.2次車では横に2本の、棒を渡して、簡易な保護棒としていたが、第3編成からは、格子上のやや大型の保護枠を装備して、より強化している。車体塗装は当初、 赤身の強いマルーンをベースに、白の細線を倉庫に通していたが、第四編成では、マルーンベースで、窓周りは、クリームというツートン塗装で落成していた。後に前者がリンゴを思わせる赤字に、窓周りクリームのツートン塗装となり、さらに1989年から冷房加工時に、伴って1990年に第四編成より、クリーム地に、窓周り赤で、 長野電鉄の頭文字 N をデザイン化したクリーム地に超電バスと同色の赤いストライプを入れた新塗装に移行した。第四編成には立万獣のあだ名が付けられたが、後に赤とクリームのツートンカラーになった時にリンゴというあだ名に変わっている。客室設備と袋部分にロングシートを装備した他は、2連窓に2客ずつの回転クロスシートを装備する。 この種の車両では、より簡易な構造の転換クロスシートを用いる例が多く、回転クロスシートの採用には乗り心地への配慮が伺える。モケットは当初青色であった。また、第三編成には当時としては珍しかった、シートラジオや車内へ音楽を流すためのテープレコーダーも積載していたが、ラジオの受信状況が良くなかったため、すぐに撤去されている。 客室天井は非常に高い。2列配置の蛍光灯は連続カバーを装着し、扇風機の代わりに6機装備された、ファンデリアともどもスマートに仕上げられた。貫通路が両開き扉を用いた広幅式であることや吊り革がないこともスッキリとした車内見つけに寄与している。内装は当時最新の素材であるアルミデコラーを用い、薄緑色に仕上げている。 台車な315系台車台車は、日本車両な 4P 型を採用している。揺れ枕釣りを用いた、オールコイルバネ台車で、軸バネについては釣り合い軸バネ式を用いている。後半プレス部材を溶接して組み立てる、近代的な台車であり、すでに、富山地方鉄道などでの運用実績があった。2000系のな 4P については、 1970年代から1980年代にかけて軸バネ部分を一般的なウィングバネ式ペデスタル構造に改造する措置が行われている。なお、第四編成のみはベローズ式空気バネ装備のウィングバネ台車な315型を採用している。モーター三菱電機製の WN 駆動によるモーターメガバイト 3032A 型を採用している。 狂気用 WN モーターとしては、日本初の 75kW 型電動機である。制御装置、三菱電機製の ABF-108 から1 5系自動加速式、タニースイッチ制御機を、キス電動車に搭載する。当時の私鉄で広まりつつあった、1C8M 方式を、いち早く採用し、機器類搭載量の削減を図っている。また、 この制御機は勾配そもそも即ブレーキ機能を備え、発電ブレーキで一定速度にそもそも即しての後半を可能としている。運用線区のうち、ことに、山の内線は、ヨ間瀬川沿いに急旬な1000分の40勾配が連続する過酷な山岳路線であり、そもそも即ブレーキは安全性確保の面から必要性の高い機能であった。ブレーキ作動性の高い。 HSCD 電空併用電磁直通ブレーキを採用している。1957年当時は大手私鉄でもようやく導入が始まったばかりの最新式ブレーキシステムであり、地方私鉄としてはほとんど最初の採用であった。志賀高原の観光地としての開発に長野電鉄は大きく関わっている。むしろ、志賀高原は長野電鉄が作ったとさえ評し得る。 長野電鉄は1927年に湯田中温泉に至る山の内線を開業させたが当初から温泉をはじめとする観光資源の豊富さに着目していたもともとこの地域は豪雪地帯で大正時代からスキーが始まっていた当時の長野電鉄社長であった上津東平は地元共有地である周辺の産地を咀嚼滋賀高原とネーミングし 1929年からリゾート地として広く宣伝した。滋賀とは、過密の出身地である、長野県佐久地方の滋賀村にちなむ命名である。折しも、同年2月に、ノルウェーのスキー連盟副会長であるヘルゼット中尉が、新前来日して、滋賀高原で滑走したが、彼は、滋賀高原を、スキーの敵地と評価し、東洋のサンモリッツだとコメントした。 また、同年8月には、秩父の宮夫妻が、金傍の岩菅山に登山を行ったことで、志賀高原の名前は全国に知られることになった。その後も、高面の尽力により、観光ホテルの建設や道路、電力などのインフラ整備が行われた。さらに、当時鉄道省が、日本各地の観光振興を図っていたことも、追い風となった。昭和初期は、 国家政策として若者のスポーツが奨励された時代でもあり、東京から土曜の午後や夜に列車でスキーに出かけることが流行り始めた。スキー的地として知名度を高めた志賀高原は鉄道省や長野県からも観光地として有望視され、1935年には鉄道省国際観光局によって最初の国際スキー場指定を受けている。このように 滋賀高原は、新興の観光地でありながら、第二次世界大戦前から、著名な高原リゾート地になっていたのであった。戦時中の必須期、また、戦後一時期の新中軍による、リゾート地としての接種時期はあったものの、戦後も1940年代末期になると、滋賀高原にも再びスキー客が訪れるようになったには、日本初のスキーリフトが設置されている。 1949年には、滋賀高原を含む長野、群馬、新潟県境周辺の山岳地帯が、上信越高原国立公園に指定されている。この工場圏を背景に、長野電鉄と地元自治体は協力して、観光振興を推進した。自動車が普及する以前の時代であり、滋賀高原への交通手段は、長野電鉄が独占していた。冬になると、 多数のスキーヤーが、新越本線接続駅の長野駅や八代駅から、長野電鉄の電車に乗り換え、志賀高原に向かっていたのである。当時の長野電鉄と志賀高原は、不可分の存在であった。戦後の復興と観光客増加を背景とした、長野電鉄の輸送力不足は著しく、1947年には、東武鉄道からの教室車両導入に続き、 翌1948年からは、電車の心臓を開始した。この時期に増備されたのは、初代 1000K 及び1 5 0 0系と呼ばれる17メートル級に、扉電車のグループで、1953年までに、電動車と制御車の合計14両が、日本車両製造東京支店で製造された。初代1 0 0 0系と1 5 0 0系の違いは、1 5 0 0系が、 発電ブレーキ装備車という点である。製造途上で順次改良を受けつつ装備されたため、携帯と形式はかなり複雑である。初代1 0 0 0系と1 5 0 0系は大量装備で、輸送力増強には著しく寄与したが、保守的な設計で、性能は低く、旅客サービス面でも、必ずしも十分な車両ではなかった。これらは、湯田中直通の急行列車にも使用されたが、 通勤系のロングシート車であり、1時間から1時間半の乗車時間を強いられる観光客には快適とは言えない設備だった。また、戦前型電車との部品互換性を優先して、非力な旧型モーターを搭載した手動加速車であり、特に付随車連結時には、パワーの絶対的な不足に悩まされたのである。このような状況を改善するため、 長野電鉄は1956年5月、ついに新型特急電車の導入を決断する。同社は長年にわたる車両発注先の日本車両製造に協力を求め、同社の東京支店で新型電車の開発が行われることになった。特急電車の開発開始にあたって、長野電鉄が日本車両に提示した条件はおおむね以下のような趣旨であった。 具体的で、要を得た、決定事項は、大手私鉄の当時の最新型電車と、同等な内容であり、長野電鉄の凡庸な在来車とは異次元の、水準であった。長野電鉄側の意気込みと高い見識が伺える、内容である。そして、長野電鉄は、車体設計のベースとして、名古屋鉄道が、日本車両本店で製造させた最新型電車5000。 形成像を指定した。この車両は、設計最高速度実測 125km、全電動車方式、転換クロスシートを装備した、特急用の優秀車で、18m クラスのサイズは、長野電鉄にも適合するものであった。参考にするには最適な電車であり、この点でも長野電鉄側が周到な事前研究を行っていたことが伺える。 日本車両東京支店では本店が製造した名鉄5 0 0 0系を参考にしながらも実際には一から図面を引いて新設計を行ったこのためボディスタイリングは名鉄5 0 0 0系の影響を受けながらも独自性のあるものとなった機器類の内台車についてはすでに富山地方鉄道14770型に装備して 実績のあった日本車両自社製の名マイナス 4P 型台車を装備し、また電空併用ブレーキについては1954年以降に、小田急電鉄や近畿日本鉄道、名鉄などで採用されていた最新式の HSCD 電空併用電磁直通ブレーキを用いることにした。問題はモーター及び駆動装置であった。この開発は制御装置ともども、 長野電鉄とも古くから関係の深い充電メーカーの三菱電機が担当することになった。古くから電車のモーター駆動方式としては単純な吊り掛け駆動方式が用いられてきた。車軸と台車枠の間にモーターを橋渡しする形で吊り下げ、車軸にモーター重量の一部をかけて平ら歯車で直接駆動する構造である。しかし、吊り掛け駆動は 振動、騒音などの弊害が多く、高回転、高速運転に向かない方式で、電車の高性能化の妨げになった。これを改善するため、1930年代から、アメリカなどの電車ではモーターを、台車枠に固定して、完全なばね上重量を落とし、ジョイントと高精度な歯車を介して、車軸を駆動する、カルダン駆動方式が採用され始めた。 これは線路への悪影響も少なく、高回転、高速運転に適し、電車の性能向上に著しい効果がある。日本でも1950年代に入ってから一般化したが、1956年頃はまだ導入初期でメーカーと鉄道会社の試行錯誤が続いていた頃である。WN 駆動方式はアメリカの充電メーカーの ウェスティングハウスエレクトリック社と機械メーカーのナッタル社が共同開発した駆動方式で1920年代から開発が進められ1941年からニューヨーク市地下鉄電車に大量導入されて成功したシステムであったモーターと駆動ギアの間に歯車とバネを組み合わせた特殊ジョイント WN 継手を介することで車軸の用道から 電動機を絶縁する構造である。WN 駆動は、日本では、ウェスティングハウスのライセンシーであった、三菱電機が1953年から、京阪電気鉄道の1 8 0 0系を皮切りに手掛けて、いたが、もともと 1435mm 期間のアメリカの、鉄道で開発された方式だけに、日本の鉄道で多数派の 1067mm 期間では、 車輪内側のスペースが狭すぎ、WN 次手の配置スペースを取れないという弱点があった。このため、狂気鉄道各社への売り込みでは狂気に適合する他のカルダン駆動方式を用いたライバルメーカーの工陣を廃止していた。長野電鉄が参考にした名鉄5000系も狂気専用のカルダン駆動電車であり、制御装置は三菱電気製だったが、 モーターと駆動装置は、東洋電気製造製の中空軸並行カルダインを採用していたのである。そのような状況で、狂気船の長野電鉄が未開発の狂気用、WN 駆動を、あえて指定した背景には、三菱電機との長い取引関係があった。三菱電機は、この困難な課題に対して、モーターと WN すぎてそれぞれの小型化で対処することにした。 徹底した小型化に加え、モーターの出力軸側部位をへこませるという、変わり技まで用いて、WN 継手装備スペースを稼ぐ努力を行った。この手法によって、まず1956年12月に収益した、富士山6電気鉄道3100系電車で 55kW という低出力モーターながら、狂気 WN 駆動の実現に成功した。続けて、 翌年収益の長野電鉄2000系で、ついに競合他社並みの7 5ットモーターを実現したのである。競技用 WN の強化改良は続き、1959年のオダー級2400系電車では、車輪とモーター系の拡大で1 2 0ット1963年の近鉄南大阪線6900系では、 端子電圧3 4 0ト時の1時間定格出力が1 3 5キロワットに達し、大出力の WN 駆動モーターは、狂気でも容易に使用できるようになった。このクラスのモーターは後に、長野電鉄が製造した例系、OS カーにも使用された。かような、WN 駆動方式の普及過程において、2000系での成功は、画期的であったと言える。 レールウェイトピックス長野電鉄2000系特急、冷房改造車を、塗装変更鉄道ジャーナル1990年2月号1957年2月に、第1.2編成が納入、その後1959年11月に、第3編成、1964年8月に第4、編成がそれぞれ納入された。第1第3編成は、 日本車両東京支店で第4編成のみは東京支店が新幹線電車の開業前量産103系、113系、115系、165系、東武パス0系、小田急3100系、安世社、A 段500系の大量生産の台頭で多忙だったことから設計図を委ねて同社本店でそれぞれ製造されている。 1957年3月15日から2000系を使用して長野湯田中間の特急が1日後往復の運転で開始された。各列車にはそれぞれ、白根、横手、滋賀、笠岳、岩菅という滋賀高原にちなんだ列車愛称が付けられた。その後、列車愛称は奥滋賀に一本化されたが、しばらくして案内や掲示物等には使われなくなり、 長野電鉄で現在は列車相性は正式には存在していない。2000系そのものは1980年代までロマンスカーとして広告され、当時の鉄道関係書の中にも統計列を長野電鉄のロマンスカーとして紹介しているものがある。1990年代に入り、小田急電鉄がロマンスカーを商標登録したり、統計列の座席が 集団見合い配置に固定され必ずしも進行方向前向きのロマンスシートではなくなるなどの流れの中でいつしかロマンスカーの名称も用いられなくなっていった。2 0 0 0系はそれまでの旧型電車からは格段に向上した居住性と斬新な外観によって長野電鉄のイメージアップに大きく寄与した。しかし当初2 0 0 0系は2本しか在籍していなかったため 予備車確保の必要から1日1本のみの使用という状態になっており、非効率なだけでなく、増発にもこと書いた。このため、1959年に第3編成を増備することによって1日2に編成使用可能となり、増発の余地が確保された。国鉄飯山線準急急行列車への対抗として新たに1962年3月1日から、 長野木島間特急が野沢温泉にちなんだ野沢の愛称で新設されたが利用者が伸び悩んだため設定からわずか3年後の1965年4月に一旦廃止されたその後再び復活するものの長野木島間直通列車の設定中止によって完全に消滅している登場当時長野電鉄ではその年の女性新入社員の中から 身長の高い数名を選抜して特急ガールとして乗務させ出冊や沿線案内を行っていた観光客が年々増加するのに伴い長野電鉄では特急電車のさらなる増備を計画したがこの際に当初名鉄7000系電車パノラマカーなどと同様な2階運転席による全面展望電車3000系が計画された 結果的には当時はタブレット交換をしていたことなどから不適と判断され2 0 0 0系の増備で済まされることになったがその増備された第四編成は空気バネ台車やスカート装備など新しい試みが行われ展望電車計画の変輪とも言うべき要素を伺えるそれから約40年後に全面展望電車である元田旧車が後継者として登場したのも起源であろう なお、第四編成が登場したところで、特急車の本数が四編成となることから、第一編成を3扉化し、各駅停車用へ格下げする計画が生じたが、諸事情により取り留めとなっている。その後、長野電鉄ではもっぱら通勤系電車の増備や置き換えが進められたが、これを尻目に必要数を充足した2000系は、特急列車を主として、 第一線で運用された。もっともこの間に、モータリゼーションが進展したことで、長野電鉄は徐々に、滋賀高原への観光輸送の主力から外れていくことになる。1981年には、長野線、長野善光寺下妻が地下化され、これに先立って何年か対策や、誘導無線取り付けなどの改装が行われている。冷房化改造。 塗装変更後の2000系長野電鉄では、沿線の気候が、比較的寒冷なこともあって、車両冷房の導入が遅れたが、1989年に、ようやく2000系から冷房化が始められた。冷房装置は、大型の集約分散式 CU-113 型を一両に機搭載、車内全長にわたるダクトから送風する。この際にファンデリアは撤去された。 これに伴い補助電源装置は、電動発電機から静止系インバータに換装、また二連窓は、新しいユニットサッシュ枠に交換された。全消灯は、小型のシールドビーム一灯となり、内装も張り替え工事が行われている。これらの工事は全て日本車両の手によって、翌1990年までに全車に完了している。長野オリンピック開催が近づくと、全面種別。 行き先表示器は、ローマ字表記入りの字幕に交換された。中には、木島の表示コマも用意されていたが、加藤線新州中野駅北の廃止直前に、使われた程度だった。1999年には、永遠製のみ台車を、A 段3000系電車の廃車発生品である、住友金属工業製の FS-510 系、S 型民電台車に交換し、 制御機器類も変更され、性能が3 5 0 0系3 6 0 0系と共通となった。また、この頃に全編成がワンマイン運転対応改造を受けている。2006年12月8日までは、B 編成を除く3編成が、長野線特急の全運用及び一部の普通列車運用に充当されていた。座席についてはかなり以前から、 集団見合い式に固定された形で運用されている。2000系と、元小田急の1系、ゆけむり丸運色長野電鉄では、2005年に、東急8500系電車を購入し、新たに自社の8500系として、運用を開始した。これに伴い、2000系 B 編成が、同年8月28日を最後に運用離脱し、 須坂駅構内に留置された後に一度新州中野駅構内に移動した。その後、2006年10月に、品野川電駅まで移送の上、解体された。また、2005年8月12日には、小田急一万経営、電車4両編成2本の無償譲渡を受けた。これを2006年12月9日のダイヤ改正で、特急車両の2代目線形として、A 特急。 湯煙で運行開始し、主力車両としての座を明け渡した。そして C 編成が同日をもって運用を離脱した。ただし、この時点で2 0 0 0系は B 特急運用に使用され、1 0 0 0系の検査時には A 特急運用にも代替で充当されていた。なお、朝方の普通列車運用に関しては、混雑度の関係から3 5 0 0系、3 6 0 0系 または8500系に代替された。2007年1月30日より、ガラスが破損した1000系のガラス交換工事が開始されたために、A 特急の一部に2000系が運用され、A 特急から撤退してにかつ来たらずで早くも、A 特急運用に充当される運びとなった。そして、2007年は、特急運転開始から50周年を迎える。 節目の年でもあり、A 編成は2月17日より塗装を登場時のマルーン色に塗り替え復元して運転している。また、D 編成も1990年まで使用していたリンゴ色に塗り替え同年8月25日より運転している。したがって、クリーム地に窓回り赤の塗装で運転されるのは、同編成が検査入場した同年7月17日で終了となった。 同年8月25日には、オブセイキ等で、イベントが催された。2011年2月26日に2100系、スノーモンキーの営業運転が開始されたことで、同年3月27日に、A 編成は営業運転を終了した。残る、D 編成は、同年4月以降イベント時の臨時列車や一部定期列車の、ダイソーなどで運転されており、 同年夏に営業運転を終了する予定であったが、同年8月3日に公式サイトにおいて2012年春までの運行期間延長が発表され、以降2012年3月まで、不定期ながら土曜、日曜、祝日の206列車、203列車1往復を中心に臨時列車や貸切列車としても運転された。これらが終了した同年3月15日には、 公式に31日に営業運転を終了することが発表となり、3月25日には、長野湯田中須坂や白須坂の経路で、記念列車を運転し、湯田中駅への入線はこの日が最後となった。また、一般の列車としては3月30日の長野発、須坂駅217列車にて運行を終了している。最終日となる3月31日は、 八代線最終営業列車として、須坂から八代までの一往復に充当され、これをもって、八代線と共に2 0 0 0は営業を終了。須坂駅留置後は、社長以下、関係者と乗客による、ささやかな式典が行われた。品野川電駅構内に留置されていた。 A 編成オブ世紀にて保存されている D 編成。A 編成は2011年3月の営業運転終了後も須坂駅構内に留置されていたが、2012年3月31日の八代線、上り列車営業終了後、3500系の慶院にて、品の川電まで改装された。以降、同駅跡にて留置されていたが、2019年1月17日までに、 解体の方針が固まり、すでに解体されている。D 編成については営業運転終了後、2012年6月30日に、須坂駅構内で撮影会が開催され、7月7日より、小布施駅構内の長電電車の広場内にて展示されている。なお、運用離脱の早かった B 編成及び C 編成については前期の通り、すでに解体されている。 なお、WN 方式は、カルダンジョイントを用いないため、正確には、カルダン駆動方式とは言えないが、日本では、慣例的に、カルダン駆動方式の一種として扱われている。国鉄から八代経由で乗り入れていた急行、シガとは別、湯煙は1000系車両の相性、スノーモンキーは2100系車両の相性であり、いずれも、列車相性ではない。同日より、 さよなら2000系 C 編成記念特急乗車券を発売したが、完売している。当初は7月11日に予定されていたが、1000系 S に編成の全面ガラス破損のため変更された。ありがとうございます。